はい、じゃあ、ゲームイズナビです。はい、ゲームイズナビです。というわけで、はい、8周年、モンブリがね、もう直前に約迫ってきまして、ちょっとね、まあ、重心化、重心化回だったり、アプデだったりをね、ざっくりちょっとね、どんなのが来るか、まあ、来てほしいか予想ね、していこうかなと思います。こっちからいこうかね、まあ、重心化とか回からいくか、じゃあ。いいですね。ちなみに、じゃあ、僕からちょっと行くんですけど、まあでもね、モーセ小町がやっぱりね、まあ、今年はもう絶対来るんじゃないかって言われてるから、その辺は硬いのかなって、まあ、硬そう、ちょっとねやっぱり思ってる、マジで硬そうで、なんかもう一つ追加でサプライズがあって、ソロモンって結構言われてるんだよね。ソロモン、そう、ソロモンまで来るんじゃないのみたいな。ソロモンか、うん、でも周期的にはソロモンってフラパのキャラですよね。フラパで重心化するタイプですよ、ね、うん、もうマジで、うん、1体でも持ってける、うん、クラスのキャラだから、ここはどうなるかっていうのはあるけど、うん、そうか、うん、どうなんでしょうね。でも小町モンさんめちゃくちゃ言われてるよね。言われてる、うん、まあ、もう順番的にはもうそろそろ来ないとっていうところだし、うん、2018年のキャラだよね、うん、どっちもね。そう、あとまあ重心化に関して通常キャラの方はもう数が少ないですからね、大体予想できちゃうっていうあれはあります。うん、ただまあでもモンタナは来てほしいなっていう個人的な願いがある。あ、モンタナも絶対来ると思う。いや、さすがにだってもういないもんね。うん、そう。いないもん。だから本当、サスケの時みたいな感じで来ると思う。もう、PV もあって、そう。これは、モンタナ、重心化の方で言うと、うん、モンタナ、まあ、さっき言ったモーセコマチ、うん、まあ、この辺は別にどっちでもいいです。うん、はい、ビナ。はい、これはもう満を持して。いや、今年、何回ビナしたい蹴りされた、うん、いや、マジでやばいっすよ。もうルール違反。ルール違反なレベルに死体蹴りされてて、マジでやばい。で、この前とどめ刺されたじゃん。刺されましたね。いや、とどめ何回刺されんのって、なんかもう面白くなってきちゃってないと思ってるんですけど、いや、だからもうさすがにあそこまで痛めつけんなら、なんなんですか、あれは。一番見るの最近グッズだし、間違いない。うん、もうかわいそうなんで、ちビナーはね、早くしてほしいですね。ビナーはでもあるかもしれんね、そのさらにサプライズで、うん、普通に会ってほしいですね。うん、いやもう最初でいいですよ。最初で取り付かせなくてもいいから、最初見たらめちゃくちゃ盛り上がるだろうな。もう全員それに盛り上がる。適当でもいいんで、それ救ってあげてほしいですね。で、多分ね、俺でもそうだね、あいつね、重力ワープ側で戦ってこない。埋水の方に逃げると思う。そう、逃亡すると思うんで、まあ、そっちに期待してますね。あっちの、そうだね、まあ、でも確かに重力アープで来てるもんだって、いやバカ、もうバカっすよ。めちゃくちゃ強くなるしかないもんね。マジで、もうあれ超えんのもう無理だから、インボで言うしかできないと思ってこないと無理だと思う。カノン引いた人は涙目になるようなスペックじゃないとね、本当にそんなレベルで来ることになっちゃうんで、さすがに埋水に逃げんじゃないかなと思ってますね。うん、確かにな。あとはまあ工場キャラで言うと、うん、やっぱ武蔵結構言ってたから、あ、武蔵は絶対ピンで PV ありできて、さらに曹操とかも最近言われてるから、なんかその曹操って来てないか、来てない、来てないのか。来週、はい、重心化するキャラは曹操です。なんかその古今東西の侍たちが一気に重心化して、うん、侍侍転身してるんですか、ランクランクすぎだろ。なんかそういう戦う PV できそう。あー、 なるほどね。そう、うん、で、オリオ重心化回取り。あ、でもオリオ重心化回取り、意外にありそうだね。あり得る、俺らも確かに、あり得る、まあ、確かに、うん、龍馬してるからありそうだな、確かに。俺はあり得る、うん、その辺はなんかありそうだけどね。まあ、あとの工場キャラはね、もう誰が来てもちょっとね、うん、そうね、新しいどこすぎて、そう、新しいね、うん、もうちょっとなんか、うんうん、まあ、重心化今回あれですね。ただまあ、鳥はやっぱみたいになってほしいですね。うん、お前みたいな。ただあのデトラビ系の絵はやめてほしいね。ああ、そう、デトラビッツって別にまあ嬉しかったですけど、結局、結構強かったから良かったんですけど、あの時のなんか熱量的にデトラビッツで終わったら結構危なかったじゃないですか。確かに確かに、だからあの危ない方の意外性はつかないでほしいですよね。元気で、うん、まあ、あとそうだよね、うん、ちなみに去年が、まあ、2020年7周年は、うん、マナ弁財天シリウス、あ、マナって周年か、周年シリウス、ペルセポね、違うわ、フラパと合わせてたのか。あ、そう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 、そうそうだよ、ね、そうね、フラパっていうか、モンフリ、あ、フラパだ、そう、フラパ合わせてるね、前後してんだ、今年は一応フラパが手前になったけど、逆になってるから、そうだ。で、アトランティス、サスケがね、して6点、まあ、マナ分岐、マナと弁財天は分岐あったけど、あれ、今年のフラパンプリって誰だっけ。今年が、あれ、五大天使、五大天使、五大天使、あ、そっかそっか、じゃあ今年、一応あれか、その年始キャラの鳥じゃなかったのか、フラパ。そうだね、
あだからソロモンがデトラビ、そうそうそう、デトラビだったから、はいはいはい、あじゃあ分かるわ、そういうキャラはまあ来てないね、確かに。うん、じゃあソロモンありえるね、うん、めっちゃあるね、ルシーでしょ、ルシーでも、いやそれで俺マジルシー来てほしいんだよ。そうそう、自分思ってんのはもうミカエル、ラファエル、ルシファー、ガブリエルが一気に返する、あめちゃくちゃサプライズだけど、で、なんか知んないけどウリエルもまた返して、うん、ウリエルもまた返す、ウリエルもまた返す、スライド、初の3スライド。まあでも、あっちはしちゃってますからね。そうそう、ウリエルだけしちゃってるから、ね、だけど、まあでも会はでもミカラファは結構、いやミカラファは来てるしね、熱いんじゃないか、硬いのかなと思うけど、ただルシファーとかも言われてるからね、ここどうするかだよね。ミカラファ来たらルシ来てほしいですね、うん、うん、そうガッチャンコさせるのか、でもどれも一体ずつ来てもいいレベルなんだけど、いやありえるよ、そう続編でなんかもうモンスターアニメ発表されるみたいな、うん、うん、確かにね、全然ある、あいつだけど、そのやっぱフラパのインパクト超えるんだったらやっぱりミカラファ、マジでそうそうそう、五大天使超えるとなると、うん、でもアニメシリーズ行くならミカラファで、うん、ルシとビナー来そうですけどね、あーまあそこで確かにね、冗談じゃなくね、うん、アニメシリーズ組んだな、そしたら嬉しいですけどね、これ確かには、うん、なんかありそうだね、そっちの方がリアリティあるな、うん、確かに、あとまあインパクトあるっていうので、まあ来てもおかしくないくらいだ、アーサー使用率的にもアーサー下がってると思う、ね、周年って結構俺アーサーのイメージ強いよね、いや分かる、めっちゃ分かる、うん、アーサーがだからだってそう、アーサーが5周年の時流進化したんで、うん、アリスアーサー、あそう、それで言われてた、なんか3年越しにアーサーがなんかだって、マジ？そう、神か3年後に重心か、うん、で今日今年が3年後だって、あじゃあアーサーじゃん、そうだからアーサーありえるよっていうのをすげえなんか前雑談ライブなんかした時に教えてもらって、面白い、めっちゃ説得力あるやん、確かにあり、うん、ありそうだな、ありそう、めっちゃだからありそうなんだよね、でアーサー、そうだアーサーの話忘れてた、それアーサーとかも回避したらどうなるか全然わかんねえな、わかんない、いやレーザーレーザーで半年しか持たないそれがアーサーの特徴だ、まあでも確かにな、うん、確かにアーサーありえるね、アーサー、うん、めっちゃありえるね、なんで、まあ、アーサー来ても盛り上がるでしょ、盛り上がるね、強いだろうし、確かに、あでもここでちょっと怖いのあれだね、一応2019年の6周年の時にアルファシリーズ重心化してんのよ、茨城道じゃない、メイドメラリバルはしてるから何かしらアルファ来るかもしれんね、してない重心化いる、まあ、あでもそうか、もう全部アルファ重心化できてんだ、してるよ多分じゃあ大丈夫だ、えでもあるかな、いや、昔のやつは分かんない、敵アル、あ、もしてるもんね、あ、してるわ、してるわ、じゃあ、そうか、アルファも全部したんだ、してるっぽいよね、あじゃあ大丈夫だ、うん、いや、でも、でもあり得るよ、カイカイ、あ、カイはカイはあり得る、カイは確かにそうしたかった、まだノンアル引っ張るね、カイはあり得るね、確かにカイはあり得るわ、うん、実装弱点効果アップ弱点特攻になってノンアルが壊れる未来が見える、ね、確かに、アルファでもそんなペースでしてかんとね、めちゃくちゃ増えてってるから、まあ増えてますね、うん、まあ、アルファの重心化会はどっかで回収したいですけど、うん、まあ夏来てほしい感はあるけどね、アルファはね、うん、確かにノンノとかってでもフラパじゃなかったっけ、フラパだったよね、ノンアルとかは周年だっけ、ノンアル、あ、多分ね、あ、多分周年じゃないね、多分周年じゃないけど、そうですよね、フラパだったよね、フラパなんだじゃないかな、あ、なんでそこら辺でもしかしたらね、絡めてくるって可能性もあるけど、うん、この辺かな、確かに中心化とか会はこの辺がの誰か言ったうちの誰かはもう絶対来ると思う、うん、間違いないですね、で、アップですかね、次はね、アップでチャンネル登録まあ、変わります他の君もなくなっちゃったから分かるよ、分かるよチャンネル登録チャンネル登録ね、はい、していただければね。